ですね、こちらのねホテルに泊まるとなんとブレックファーストもついてるんですね。ただそのブレックファーストは今コロナのため、なんとグラブ&ゴー、お持ち帰り用にしてもらえてるんです。なので散歩ついでにブレックファーストももらいに行ってきます。これかわいいのよ、ほんと。昨夜も見せたけど、昨夜はプセッとしてたので、ほらかわいいでしょ、ベアちゃん。じゃあこっちもやっとこうか。どんなブレックファーストなのか見てきますね。またコーヒーとかね、終わりました。いただいていきます。ではブレックファーストをゲットして、これからまたオーバーロッチの方まで歩いていきます。ほんと素敵なのよ。今日帰らなきゃいけないの、超がっかりなんですけど。ホテルでしょ。そしてこの広いグラウンド、それからベアマウンテンブリッジがあっちにあってね、見えるかな、あちらに見えるのが私たちが滞在しているオーバルクロッチですね。ほら、あの湖にリフレクションしてるのよ。すごいね。ね、そしてズズ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 ズ、こんな感じです。あちらが先ほど渡った、ベアマウンテンブリッジです。イエーイ。皆様、ジョンさんは車で、こちら、5ヶ月前に10月の時にね、あのハドソンバリーの旅行に来た時にウェストポイントというところに来たんですよ。そこで立ち寄ったベアマウンテンベーカリー、また来た。私たちがいるベアマウンテンインクから20分ぐらいかけてコーヒーを買いに来ました。今回の旅行では特にウェストポイントに来るプランはしてなかったのに。見えますか、あちらがウエストポイントミュージアムがあるところなんですね。またここに来るとは。ジョンさん見てよ、偉そうにコーヒー買ったぞって。Oh my god, they you are so picky. She had donuts that she had just made. What kind of donuts? Glazed donutsWow. She said that she could sell me two as long as I didn't give my wife any. I said, okay, no problem. I can do it. Shut up. I can't believe it. You are so coffee snob. Cakes is cake snob. She's so snobby. Snobby panda. わざわざこのコーヒーを買うために20分もかけて隣町にやってきましたよ。もうプラン丸崩れですよ。No. Yeah, money. No, I got the grab and go free breakfast. Yeah, but I guarantee you that's probably shit. I know. Yeah. Preserved. Oh my god, you don't get any of these. Why?I'm gonna get the Bear Mountain Ink free. So good. Breakfast? Ooh, it's like freshly. It just came out. Excuse me. Excuse me. Wife is waiting though. No, that's a garbage though. No, there's one in there. Ah, one in there? I got two. One for you, one for me. 朝散歩でわざわざもらってきたあの Bear Ink Mountain の Grab and Go。無視して、こちらのベアーマウンテンベーカリー&カフェのコーヒーを買い、ドーナツを買い、もうすごいセーブして節約してんのにこいつ
無駄遣いが過ぎる。もうでもフリーのねブレックファーストは多分添加物とかてんこ盛りのあのマフィンとかどあのベーグルだと思うんでね。まあいいか。Good, Johnson. Good. Hi. You are happy. Hi. All right. Let's go back to Bear Mountain. Un momento. Un momento. I don't want to eat one. I'm almost done. This is so good. You want to just take a bite of mine? You don't want to eat a new one. I know cakes. Ah, 出来たてで美味しい。Yeah. 美味しい。Delicious. Okay.さあ、ベアマウンテンの方に戻ります。お部屋に戻ってきました。こちらが、ベアマウンテンインクってグラブエンゴー、お持ち帰りできるブレックファースト。こちらが先ほどジョンさんがわざわざ20分かけてコーヒーを買いに行ってきたベーカリーのドーナツ。こちらがジョンさん偉そうにコーヒー飲んでます。ホテルの方もコーヒー用意されてたんですけど、ジョンさんそんなのは嫌だということでわざわざ買いに来ました。ヨーグルトもあったしオレンジジュースもありましたよ。ではベアマウンテンホテルの朝食は何かな。じゃじゃん。あら、マフィンだわ。あー、これはね、添加物てんこ盛りかも。そしてじゃじゃん、ベーグルです。そしてクリームチーズ、バター。ザッツ、いやー、ブレックファーストマフィンとベーグルのみです。でもこの気持ちが嬉しいと言った方がいいのかな。Why are we going and getting baked goods? Yo, that looks like Fisher Price muffin. I know. That's preservative. では、ジョンさんが先ほど買ってきた、ベーカリーの、ベアマウンテンベーカリーの方で。あー、どうですよ。じゃあ、比べてみましょうか。ジョンさん、マフィン買ってきました。あー、手作りっぽいね。どう？このマフィンと比べて。あー、コンペアです。Right. One looks like it was squeezed out of a tube, and the other one looks like it was actually baked. You got the two muffins, huh? Yeah, two for me, and then you can have a bite of the donut. That's it. No. And then? And donuts. Fresh donuts. Fresh made. But I get a bite of that since I gave you a bite of mine. Fresh donuts, ですね。出来たてだって言ってました。はい。あ、そういえばね、ワクチンを打った人は、クリスピークリームがタダでもらえるって言われたのでね。You know, we vaccinated so we can get a crispy cream donuts free. So there's no crispy cream around here though, so should we drive really far to see a free donut? It doesn't seem like aEconomically viable option. Thank you, John. Uh-huh. Thank you for a nice comment. Uh-huh. I didn't expect. There we go. All right. ということで、このようなブレックファーストです。野菜ねえよみたいな感じですけどね。それでは私のランチはですね、ベーグルとヨーグルトとオレンジジュースにします。もう。これじゃちょっと良くないよね。でもこれが一番ヘルシーなチョイスということなので。